こんにちは。こんにちは。今日もやってまいりました。皆さんお楽しみの時間なんですけど、はい、今日私すごいいいものを手に入れたんですけど。何ですか？え？何ですか？いいもの？え？ちょっと待って、それはちょっと言えない。なんですよ。いいもの、いいもの、すっごいかっこいいもの。そうなんです。かわいいです。で、それ結局見せてくれるんですか？いや、ちょっとそれは分かんない。なんですか？いや、実はですね、はい、買っちゃったんですよ、これ。ハッピーソックスね。ハッピーソックス、可愛くないですか？すごい、みんな大好きだと思うんですけど、そう、革靴好きな人たち結構最近みんな履いてるじゃないですか。名古屋さんも教えてみんな買ってますよね。ああ、そうかもしれない。そう、なのでちょっと今日はこれに新しく買ったんで履き替えたいなって思って、はい、早速履き替えちゃおうかなって思うんですけど。ぜひぜひ。いいですか？もちろんもちろん。そう、というわけでこれに履き替えちゃおうと思うんですけど、はい、いいですか？もちろんもちろん。いいですか？わかりました。じゃあ見てて。おう、すごい。これ何それ、そんなのできるんですか？そう、最近覚えたんですよ。すごいな。めっちゃ可愛くないですか？そう、こんな感じで。せっかくだったら、はい、ちょっと全部見たいですか？全部見たい。まあもちろんこれでも十分です。ちょっと見せれない。なんで？あ、ちょっとですね。ちょっと見せないか。じゃあちょっと見せちゃおうかな。ちょっといいじゃないですか。いきますよ。いきますよ。おおお、いいよ。おお、おお、お、そんなことできるんですね。またできちゃった。すごい。そう、すごい。めっちゃ可愛いんですけど。本当だ。あ、カラフルですね。まあ、いろんな柄のカラフルなんですけど。確かに確かに。すごい、これ。みんな結構、結構派手ですけど。確かに。思ったより挑戦しやすいと。結構目がチカチカするこの辺は、まあ、靴で隠れちゃう。意外にそう、うん、なんでこの辺が見えるのね。ですけど案外さりげやすいのかもしれないですね。さりげなくアピールできるので、ね、いいと思いますね。いかがでしたでしょうか。ハッピーソックス、とっても履きやすいし可愛い柄がいっぱいなんで、まあ、気が向いたら買ってみてはいいかもしれません。そうですね、はい、はい、じゃあみんなのハッピーソックスにお会いできることを願って待ってます。それじゃあまた、また来週。